スピ <laughs>、えードの方、1年1年成長して、ワールドカップも手にすることができ、いい経験をしました、その経験値をさらにいろんな強豪国と対戦する中で、非常に選手たちも一歩一歩成長し、そしてこの五輪も大変な戦いが続く中でですね、 一試合一試合成長しそして銀メダルという素晴らしいメダルを獲得していただきました僕自身もサッカー人生の中で最高の喜びですこれからまた新たななでしこジャパンをこれなく愛しそして応援してください本当に長い間ありがとうございましたどうも大会を戦い終えて今本当にここに並んでいる仲間後ろにいるバックアップメンバー えー、今回、メンバーに入れなかった選手たち、またスタッフ一同に、本当に感謝をするのと同時に、全員のことをすごく誇りに思います。これから先、まずは、えー、アンダー2 0のワールドカップですが、えー、末永く女子サッカーのことを、えー、取り上げていただけたら嬉しく思います私たちもそれにふさわしいいようなプレーをし続けたいと思っています、えー。ありがとうございました あの本当に最後の試合、えー、負けて悔しかったんですけれども最高、えーまあの仲間と最高の戦いができて、えー、悔いはありません、えー、岩手にまたメダルを持っていこうと思っていますありがとうございました銀メダルという結果は悔しいですが、えー、本当に最高の仲間と戦えた1ヶ月間このロンドンオリンピックだったと思います、えー この悔しさをバネに次のステージに向けて、また自分自身チャレンジしていきたいと思います。ありがとうございました。もちろんあの金メダルが欲しかったので、えー、悔しい気持ちは本当にありますけれども、えっ、ー、とこの仲間とあの舞台で戦えたことはあのすごく誇りに、えー、思っています。ずっとあの金メダルをオリンピックでの金メダルを目標にして戦ってきたんですが、まあ残念ながら。えー 手にまあ届かなかなったですけど長年女子サッカーに携わってきた私にとってはこの銀メダルというのはすごく重みのあるメダルだと思います銀メダルで終わったっていうのは悔しい気持ちはありますけど、まあ、この期間このチームで戦えて本当に幸せでした最後の最後まで金メダルに対して挑戦できたことはすごく良かったかなと思いますこれからも,も,ともと 女子サッカーが発展していくように自分自身も成長していきたいなと思いますえと一番金メダルはやっぱ目指してましたけど、えー、と十分金メダルでも本当重たいんですごい嬉しく思います早く両親にもかけてあげたいですし、えー、と日本で応援してくださった皆様、えー、と現地で応援してくださった皆様に本当感謝してますしありがとうございましたと言いたいです オリンピックに挑むにあたって自分たちが準備してきたことそして一戦一戦戦っていく中でチームとして成長してこれたことっていうのが一番の大切な経験になったと思うのでこの経験がその銀メダルの価値を意味していると思うので素直にこの銀メダルを嬉しく思っています。